ふう,込めよう、米よおい、待て。はい。信号見たかああ、はい。え、いや、車全くいなかったんで、逮捕する。は逮捕ちょ、は何言って、ただの散歩で信号無視しただけ。連行しろ。はい。おい、待て。なにこれちょ、おい。えー、山田被告は横断歩道を信号無視して渡った。この罪は重い。やばーなんか信号無視ごときで裁判開かれた。ちょ、ちょ、待て。なにこれ どういう中で1時間に1回くらいしか車通らない。周り畑だらけののどかなと。この横断歩道をちょっと無視しただけだろ。なお渡る時に左しか見ておらず、右は見ていませんでした。その怠慢性は計り知れません。よって、山田被告を死刑にさせる。やばー初裁判所デビューで初死刑になった。ざけんな。いつからこんな法律厳しくなったんや。俺だけか。これ以前も横断歩道を犬の散歩しながら信号無視した人がいた。彼はタバコも吸ってたから無期懲役になった。もう一人は逮捕した時口答えしたから終身刑にやば口答えしただけで終身刑え。待て何で。なんで俺は死刑なんだ。まあ、最近の裁判長の機嫌があまり良くないのもある。 最後に言い残すことあるか言い残すことしかないわんやこれよし、新編整理は終わって、法的手続きも全て済んだな。では明日が死刑の日だから、それまで牢屋に連行しろ。はい。<laughs> ふう、たく。何の罪も犯してない市民を交流するなんてけしからん。よし、帰ろう。ほいついでに警察官の財布からお金も少々もらっとこう。まあ、毎日投稿するんで、よかったら高評価とチャンネル登録してね。